はいどうも、カンパチョンです。じゃあこのチャンネル今日最後はね、橋本徹さんのお話をね、ちょっと見ていきましょうかね。ただ今回は、どうだろう、変なこと言ってる感じではなさそうなんですけど、この改正入管難民法について、ね、難民申請3回目以降、強制送還の対象になりますっていう部分について、妥当だと。妥当なんだって。いやむしろ僕個人的にはね、一発アウトでいいと思うんですけどね、そもそも。3回目っていうのは別にいらないと思うんですけどね、うん、むしろ。で、まあ結局、これはちょっと勘繰りすぎかな。まあこの人がこういうふうにっていうことは、もう全然もうどうせザルなんだから、ね、もう気にすることはねえよっていう、そういう意味で、ああ、いいよいいよいいよみたいな、そんなことはないのかな。どうすかね。それはちょっとゲスすぎます。まあいいや、ちょっと見ていきましょうか。元大阪市長で弁護士の橋本徹さんが、フジテレビ、日曜報道ザ・プライムに、出演しましたよと。今日の話か。で、外国人の収容や送還のルールを見直す改正入管難民法が10日施行されたことに、言及しましたよ。で、改正によって難民認定申請中は強制送還しないと従来の規定が定められた。入管当局は送還を逃れる目的で申請を繰り返す例が多数あったと見ていて、乱用を防ぐのが狙いだと。で、定められたじゃなくて改められたんですね。で、今後3回目以降の申請者は難民認定すべき相当の理由を示さなければ送還される可能性がある。まあ、反日クソマスゴにもそう書いてますけどね。これどうなんだろうな。やっぱまだなんだかんだ言いながらだと思うんだけど、そんなことないのかね。この、だって曖昧だよね。難民認定すべき相当な理由。うん。いや、子供出しに使ったり、病気や怪我とか理由にしたら、また人道的見地でとかってやり始めるぜ。うん。で、まあそれはさておき、橋本さんがこの3回目以降の申請者は難民認定すべき相当の理由を示さなければ送還されることについては妥当だと思いますと、そういうふうに答えてるんですね。妥当なんだって。で、一定の回数の制限というのは必要だと思います。いくら外国人と共生だと言っても、ルール違反であればそれは帰っていただくと、自身の考えを述べたんだって。へえ、そうなんだ。まあいや、話戻りますけども、その上で、ただ日本の体制ですよと。入管組織の役所の問題というよりも政治家の問題ですと。今、難民申請に何年もかかっているようなこの状態を放置しているのは政治家なんですからと言い、防衛力と強化ということで GDP の 2% くらいの予算をつけるということをやるのであれば、この難民問題にきちっと対処するのであれば、入管の組織体制というものもきちんと整備して、1年2年くらいで決着がつくような仕組みにしないと、3回でって言ったって、こんなの形骸化しているようなもんですから、と指摘したって言ってるんですけど、これどう思います？なんか、あれですかね、疑いすぎですか、僕。さて、まあ僕個人的にですけど、まあでもこれもね、もう何回も何回も言ってることなんで、あれなんですけどもね、まあおおむね、今回の橋本さんの、ハーヒーさんの話は、おおむね賛成ですが、ただやっぱりね、3回もすでに甘いと思いますよね。ね、2回申請却下で3回目からってことでしょ。ね、いや、全然甘いですよね。1回ダメだったらもう2回目も待たずに強制送還でいいと思います。前から言ってますけども。ね、だからまあ入管のこの組織体制の整備、ね、体制のっていう話をしてたのは多分そういうことですよね。うん、だから例えば審査の、ね、迅速化とかね、まあ、あとこの人数、頭数をそもそも増やすとかっていうその組織体制の強化、それは確かに必要だと思います。うん、だから収容ももうごくごく短期間に、ね、限定して、ね、とっとと処理を進めるっていう、そういう意味ですよね。うんだから申請却下ならもう即強制送還、ね、仮放免も当然廃止。今だって3回以上申請している人、ね、この人たちももう速やかに収容、強制送還、ね、もう止め置いてとかうんぬんかんぬんもういらないです、ね、即強制送還。だからそれをやるにはやっぱりこの体制強化は絶対必要ですよね。うん、大体さ、それ以前にで、この例えば入国時にですよ、不法滞在から難民申請になりそうな人物、弾けるだろう。ただまあ、その辺のこの、なんていうのかな、やり方というか、その、なんていうの、その体制強化っていうか、まあ、その前にこの確認が必要かもしれないよね。ね、だからもう、疑わしい人物はもう入国拒否、ね、これ徹底すべきですよね。うん、そうすればだってそもそもが、ね、この入管職員の負担だって減らせるわけだからさ、ね、収容時の、だってアメリカとかだって、ね、結構なんか質問普通にぶつけてって怪しかったら弾くわけじゃん、その時点で。うん。ね、国連がみたいな話もね、うん、あるのは知ってますけど、うん、これはもうね、何でもかんでも国連側で、このなんかこの、ね、はい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 、ヘイコラ聞く必要なんか全然ないんで、うん、むしろ、おおむね国連側っていう話はもう反日売国勢のね、うん、大好きななんか、そういうあれなんで、アメリカだってほら入国審査、ね、入国の目的とかさ、滞在先とか滞在日数、確認してこの関連する質問をこのぶつけてきますよね。はっきりとこの答えられなかったらもう拒否して即送還。うん、別に珍しくないですよね。うん。だから問題は日本のこの入国審査ってどこまで厳格なのかなって。虚偽申告が後で判明した場合、ね、やっぱり理由のいかん問わず、うんね、送還できる仕組みになってんのかどうかですよね。ね、だから一旦入国主体すれば、ね、このなんかもう仲間内でさ、ね、助け合いっていうか支援し合って、ね、難民とか病気とかでこのごねて帰国しないのを許しているような気がするんだよね。うん、だって今まで難民申請悪用してさ、ずっと居座り続けることができるっていうあれですよ。うん、とても難民とは言えない輩が不良外来種どもがこの特定活動のこの在留資格を取得して延々とこの滞在就労していた状況だったわけでしょ。うん、でそれが当然認められたね。ね、埼玉川口のクルドの輩だって、ね、日本人がやらないことを俺たちがやってんだよ、感謝しろよみたいなことを言ってたわけじゃないですか。うん、だから完全にね、もう入管の制度そのものもそうだし、審査を完全に舐め腐ってる態度ですよね。だからやっぱ甘いんですよ、ことごとく。うん、だそれを、ね、どこまで改めたのかですよね。うん、だ基本的には歓迎すべきものなんですけども、僕は十分ではないと思いますよね。うん、まだまだ足らないと思いますよ。うん、大体さ、ね、日本じゃないですか。ね、日本が規定する日本のルール、ね、日本の法律と照らし合わせて、ね、該当しないものを難民として受け入れる必要がどこにあんの？国連の方から来ましたなんてもういらんお世話ですよ。うん。いや、他の国で難民と認めるんでって、じゃあその国で認定受ければいいじゃん。ね。よそで認められたもう日本を認めなきゃいけないなんていう理由にはならないですよね。あくまでも日本の規定、日本のルール、日本の法律と、ね、この現状と照らし合わせてでいいと思いますよ。だからここでも日本流でいいんだよ、日本流で。うん。だからあくまでも日本の場合は、日本の法令に基づく判断に徹すべきですよね。うん。中途半端にこの特段の、とかね、この特例を設ける必要なんかどこにもないんだよ。うん。まあ、いろんな意見があるとは思いますよ。ね。だ前提としてやっぱり日本の難民認定能力がどの程度なのかがちょっといまいち我々にはっきりと、ね、示されてないからよく分かんない部分じゃないですか、ここがそもそもが、ね、難民なのか偽装難民なのかですよね。うん、そこですよ。うん、だからそうだからあれですよ、原点じゃないけど本当にね、うん、この申請を上げてくるこいつらは難民なのかっていう問題ですよ。そこからなんですよ。そこから確認しないとダメなんですよ。だって嘘ついてたんだからさ。うん。じゃあ例えばこの埼玉川口クルド、あれはもう全員アウトですよね。うん。だって今のこのトルコ政府、ね、このクルド人との共生社会じゃないですか。迫害なんて事実はどこにもないわけですよね。だけどもこいつらにとってはまあなんかある種桃源郷化している埼玉県川口、今更やっぱりこのなんか取り上げられると嫌だって言ってるだけなんで、うん、ね、さっきも言いましたけども、大体さ、ね、1回でいいはずなんだよ。1回アウトだったらもう終了なんだよ。あと普通に考えて、だからその難民認定すべき相当の理由がないから1回目、2回目通らないんでしょ。じゃあなんでそこで3回目をやる、ね、3回目までこう見なきゃいけないのかですよ。だから難民じゃないんですよ。不法滞在者だからですよ。うん。だからもう1回で終了ですよ、1回で。1回ダメだったらもう終了。うん。あとはまあ、そうだな。日本にやっぱりこの手引きしたやつ、うん。ね、こいつらを出しに、ね、このあわよくばってこの仕掛けてくるや、いつものこのチューチュースキームにこのね、うん、引っかかろうと。ね、不良弁護士とか支援団体とか、この政治家連中もそうだよね。うん。あともう企業とか、ね、何かしらこのなんかピンハネしているこのエージェントとかですよね。うん。まあ、だからこの受け皿というか、一応この雇い入れてるやつらも含めてですよね。うん。こう周りの取り巻きの連中、うん、関わったやつらも全員やっぱりこの罰することができるような法整備、ね、もう絶対必要だよね。名前だけ貸して小遣い稼いでるような不良弁護士なんかもそうだよ。うんね、だって、ね、日本に入国させるわけでしょ、ね、パスポートこの保管とかさ、あとこのなんか生活、うん、全般ですよね。だってじゃあそのなんかバックレて行方不明になっちゃったやつ、うん誰も責任取らなくていいことになってんじゃん。だからどんどんギャング団にね、この合流してるんだろ。でもう日本全国各地でこの窃盗が相次いでやまないじゃん、一向に。だからやっぱりこの手引きしたやつもそうね、ことごとくだよ、ことごとく関わったやつらも一緒にこのとっ捕まえてぶち込んで始末できるように変えないとなくならないと思いますよね。うんと思いますが、あなたはどうでしょうか。今回は以上です。